上原浩二の雑談魂、雑談魂。あの流行語になった神ってる、はい、ありました。神ってましたね。あの時はなんかちょっと自分でもこうなんか怖いぐらい、なんか勝手にこう振ったら全部ヒットになっちゃうとかそんな感じだったんで、もうなんかゾーンに入ったんだ。そうですね、もうそんな感じでした。こう新しいことやるのも全部ハマっちゃうっていう。なんかそのうわなんかちょっと打てないかもみたいな感覚ってなかったんですか？なかったですね。なんか打てなくても次の日には3安打みたいなのとか、ずっとそんな感じでしたから、もう気持ち悪くてなんか。はい、いやでもそれはね、ずっとそうやって積んでらっしゃった練習が実を結んだ瞬間ってことですよね。うん、そうですね。だからもうそれこそいろんなことやる、そのやってたことをやっぱもうどんどんやめれなくなって、もっとやらないとやばいって、こうなんかどんどんなこうやることも増えてっちゃったりとかして、はい、余計こう時間を常にこう野球にこう注ぎ込まないと足りないぐらいになっちゃう。その時の1日のスケジュールってどんな感じだったんですか？今日はもう朝10時ぐらいに、まあ、大体6時の試合だったら9時に起きてご飯食べて、10時半ぐらいに球場行って。早っ、そんな時間に行ってたの？そうですね、10時半から11時の間には。普通は何時ぐらいなんですか皆さん？野手はでも早いと思います基本は。い、でもホームやったら集合が2時とかじゃないの？練習開始が2時とかだよね。はい、それでもう10時半に行ってるってすごいよね。4時間前ぐらいに行ってたってことですか？そうですね、まあ、治療と、まあ、トレーニングで、うん、まあ、早出の打撃とかもやってたんで、うん、へえ。俺の広島のイメージはとにかく練習すると。あー、シーズン中でも練習する、うん、あの広島市民の時とかなんてもう練習でみんなユニフォーム真っ黒やった広島って。はいはいはい、え、今から試合するのもう真っ黒やねそうですね、はい、もう飛び込んでるわけよ練習で、うん、そんなん広島だけやったもん本当に12球団で、うん、で試合をまあして試合が終わった後はどんなスケジュールだったんですか？あとは素振りはあの毎日やってました、うん、はい、それはもう今も変わらず試合後は、まあ、10分とか20分ぐらいなんですけど、うん、まあ、しっかり振って最後にこうあのちょ崩されたバッティングフォームを戻してから1日終えるみたいな感じではやってました。1日のもう24時間のうち何時間ぐらい野球やってた感じですか？だってすごい時間ですよね多分。10時から10時、そうですね、12時間ぐらいはやってるよね。12時間ぐらいです、ね、うん、もう寝る時間以外は。そうですね、で帰ってメジャーの選手の YouTube 見て、うん、え、まだ野球してる、まだ野球してる、明日はこの打ち方で行こうとか、他の選手の、はい、見てとか。結構その日替わりでこうなんかイメージしててたんですか？そうですね、結構そのまあ調子悪い時とかはもう本当にいい選手をパッて見て、よしこれ行こうって決めて。どんな選手イメージして出たことありますか？ミゲル・カブレラとか、トラ、その名前やだ嫌な思い出が蘇りましたか？マイク・トラウトとか、そういう、ね、いろんな選手を、うん、本当にこうやってヒッチさせてこうやって、うん、はい、やって、それの次の日の試合で使ったりする、はい、それができるのもすごいけどね。そうですね、バッターってその自分の形ってあるやん。はい、基本はあります。でもそれを崩してでも、はい、なんか真似したいっていうか、なんかその今その打ち方じゃもう絶対打てないの分かってるんで試合になると、うん、はい、だからもう気分的に打てるって思える打ち方にして、うん、でそれがハマってハマるんですね、はい、でもそれは結構そういう時はハマりやすくて、気持ち的にやっぱこう打てると思ってるんで。ちなみに 誰を憑依させた時が一番打てましたか？あ、でもミゲル・カブレラかもしれない。やだやだ、上原さん対戦しなくてよかったですね、うん、そういう、でもその時俺かぶるかもしれないからな鈴木誠也に投げてんのにカブレラかってねえ、なんか二重に見えて二人と対戦してるみたいな。いや本当そうだよね、まあ、彼は本当にすごかったもん。あ、でもじゃあもうそうやってもずとプライベートの時間も野球してたんですね。そうですね、うん、なんかまあ好きなんですよ、うんうん、だからなんかこう趣味みたいな感じなんですね。だからなんか、うん、あんま趣味、他の趣味があんまりないんで。4年目とか3年目まだ寮にいた？寮ですね、はい。寮は何年いたの？5年間いました、はい、いた。もう出されました。もう給料あれだから出てけって。そういうパターンもあるんですね。いやでも高卒って5年じゃないの？一応5年なんですけど、ね、はい、まあ、寮があんまり広くないんですよ、うんうん、一軍の寮、二軍の寮分かれてるんで、うん、その一軍の寮は少ないんでもう出てくれって言われて、うん、でも鈴木選手みたいなタイプだったらなんか寮にいた方がずっと野球できるしいいなってなんか思いそうですよね、うん、
どっちでもよくて、でも食事の面とかがやっぱり一人になったらしんどいなっていうふうに思ってたんで、まあでもいろんなことできるしまあいいかって。あ、はい、そのいろんなことっていうのは何ですか？ NG で。何？上原さん、今の NG ってどういうことが想定されると思いますか？まあなんか一人で一人暮らしでしょ、はい、まあ部屋がまあ広くなるよね。はい、そうですね。だから裸で素振りかな。あ、振り放題ですね。振り放題。あ、振り放題。上から下からもう振り放題。そうですね、うんうん、でも一人暮らしってなんかねワクワクするのよ。あ、上原さん最初そんな最初はそういう感じした。寮から出た時はなんか自分で好きなこといろんなことできると思ってるけど、うん、結局あ寮のが楽やなって、うん、そうですね、うん、だって食事は作らなくても勝手に出てくるわけやし、まあね、栄養価の高いものでお風呂だって行けば大浴場があって、うん、そうですね、本当にもう寝るだけの時間やんか、うん、まあ門限があるぐらいかな、うん、その寮になるとね、うんうん、だやれる、まあ一人暮らしって大変じゃ大変やな。うん、で特に俺はもう料理とかせえへんかったし、うんうん、料理どうしてたのその時は。朝だけはあの、まあ、作って食べてたんですけど、うん、まあ夜は、まあ、食べに行ったり、うん、あの沢井さんにお願いして、うん、あのアッコさんに、あ、はい、料理をやってもらって、栄養士さん、はい、栄養士さんにあの、はい、そうだ調理師さん、そうそうそう、調理さん、いいよね。俺の時あの出会いたかった、はい、その本当に調理師さんとか助かりました本当に。もう全然そういうのなかったから。常に外食やんか。まあそうなっちゃいますよね、うん、まあお米はね炊けるんですよね。お米は炊ける、ねうん、お米はねお米炊ける、うん、鈴木さんはお米は炊けますか？お米炊けます。お米炊ければ、ね、おかずが欲しいんだよね。炊ければいいんですよ、うん、そうそう、おかずはね。でもね球場行けばね昼とか、うん、はい、そうです、お昼はあったんで、はい、ね、うん、本当になんか野球以外にちょっと好きなことってないんですか？いや、いろいろ見つけようとしたんですけど、うん、釣り行ったりとか、うん、もちろんオフはゴルフ行ったりとか、うん、でもなんかちょっと違うんですよ、やっぱ振っちゃうんですよ、うん、竿とかも、うん、結局振っちゃうんでなんか忘れられなくて。そうだね、竿も要するにゴルフクラブも野球のスイングしちゃうかもしれないよね。なんかあのね、駅のホームでよく傘持ってこうちょっとゴルフスイングやってるサラリーマンのおじさまいたりするんですけど、そういう道具を使わない何かを見つけたいんじゃない？うん、そんな完全に野球から離れるんじゃない？しかもゲームですね。あ、ゲーム、あ、ゲームはされるんですか？はい、しかも野球ゲームやってんの？あのそれはだいぶあの頑張って離れて。それでも頑張ったんですね。ずっとやっぱプロ野球スピリッツってずっとやってて、今流行ってるね、うん、やってたんですけど、今あのこう打ち殺すゲーム、うんうん、いや、あのちょいちょい気になってたんですけど、うん、鈴木選手ってあの声も優しいし喋り方柔らかいけど、うん、時々すごいなんかえぐいワード出てきますよね、うん、いや、まだ隠してる。あ、まだ、まだ出さない。まだ隠れてますね。ここに来るゲストはとにかく出さない。あ、もうそうですね。みんなさんが、ね、さ、やっぱりみんなメディアの前で喋るから、うん、作ってんねんって、みんな、うん、だからそれこそもしかしたら終わる頃には、うん、脱いでるかもしれないですよ、うん、そうそうそう、脱がされてるかも、うん、上原さんに、ね、ちょっと見してよって、うん、ちょっとどんな動きすんのって、うん、頑張って野球を離れるっていうその感覚が上原さん どうですか、分かりますか？いや、分かるよ。だって俺だって現役中は離れられんかったし、あのそれこそ今の子たちとかってこの時期に旅行行ったりしてるでしょ、まあ、結構そうですね。行ったことないもん現役の時に。え、だってこの時期もう全然普通にもう練習してもうバリバリ投げてたもん。ええ待ってください、シーズン終わったばっかりで10月で終わるとするやん、はい、アメリカって10月で、はい、11月の2週間だけ休む、はい、でそっからもだから11月の後半ぐらいからもう普通にもう収録で練習して。はあ、え、鈴木選手も今オフはどんな風に過ごしてらっしゃるんですか？あのまあいろいろ行事とかがあったりとか、うん、でそういう時にも強制的にまあ休まないといけなくなるんで、うん、でもそれをもう計算して、お正月はもう本当家族との旅行があるんで、うんうんうん、あの自分の親含め、うん、はい、そこだけはもう完全に休むって決めて、それまではもう動ける時は動くっていう。はあ、うん、不安になるんですよね。他の選手がやっぱやってるかもしれない。そう、あ、その感覚一緒やね。めっちゃ不安やねんって。やらないと不安なのよ。でもね、だってそうやってヒットもいっぱい打って、ホームランもいっぱい打ってって、うん、もう。チームの本当にもう顔としてずっとこう走り続けてるわけじゃないですか。それでも不安になるんですか？なりますね。まあ、あんまりこうなんかこう誰に
黒田さんに、うん、あの来た時にこの狭い中で考えるなみたいなことを言われて、うん、もう世界を見たらすごい選手いっぱいいるから、うん、そういう人を見て頑張りなさいって言われて、そのカープでレギュラーになることが目標じゃなくて世界で戦えることが、ね、はい、でそういうふうに言われてからもうそういうなんかこう目先のことだけじゃなくてその広く見て、その黒田さんの言葉でメジャーに目指そうってなった。そうですね、あのその時にそのマイク・トラウト選手を見ろって言われて、うん、お前と同じぐらいの年でこんなのいるぞみたいなこと言われて、うん、そこからその体とか見てやっぱと思って、うん、これになればいけると思って、うん、この体になろうと思って、そこからウエイトとかもふわーってやりだして、うん、へえ。じゃあ黒田さんの一言で、ね、うん、より世界にっていう、すごい体作りから、だからもうまずじゃあマイク・トラウト選手をモデルにしてちょっと目指そう。そうですね、それまでもやってたんですけど、うん、いまいちこう理解しながらやってたわけではなかったんで、うん、そこからこう勉強したりトレーナーと話し合ったりしてこう野球に生きるような、うん、そういうトレーニングをちゃんとやり始めました。意識大事だよね。ただ単にこうトレーニングしてるだけじゃなくて、今このトレーニングはどこの筋肉を鍛えてるのかっていうのを理解してやった方が、うん、絶対濃くなってくるから、うん、ただ単にやるっていうのは多分身にならない、うんうん、どうですか実際にそのメジャーというものを目指すようになって、うん、でまあ今もうその、まあ、直前といいますか本当に多分真ん前にきっとある状況だと思うんですけど、うん、今ってどんな気持ちですか。どんな気持ちなのか、あんまり考え何も考えてないんですけど、まあ、でもまあどっかあるやろうぐらいの感じ。いやそんなそういうことじゃないんですけどまあそのまあ、先どうなるのかなっていう、うん、本当にいけるのかなっていう不安はもちろんあるんですけど、うん、やっぱこう、まあ、もしいけたとしてもこう遊びに行くわけではないんで、うん、やっぱりこう本当にこう舐められないように勝負しに自分の中でこう勝負かけていくんで、うん、やっぱその不安はもちろん正直やっぱありますね。どうなるのかなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、そのためにしっかりやれることはやってから、はい、行きたいなと思ってます、まあ、やっぱりあのこのね真ん中に座っていらっしゃる方は、はい、世界一の中心にいた方ですから、はい、あったね、はい、あったんですよね。あったありましたよね、うん、びっくりした今、ね、結構忘れてらっしゃる瞬間が、ね、最近あるんでね、ちょっと時々思い出させてあげないといけないなと思ってるんですけど、おありがとう野球選手だった俺。いやでもだからなんか今日はそういうメジャーをこう目指すその、まあ、向かうにあたって例えばなんかこう上原さんに聞いてみたいこととかなんか気になってることとかそういうのもなんかね上原さん、ね、答えられますよね。何でも答えられるそれ、うん、でもボストン行くんでしょ。いやボストンはちょっとこれね今結構ねまだちょっとねあのちょっと焼けてる感じですよね。まだちょっと焼けてる案件なんですよこれ。なんかその向こうのねアメリカの方の記事としてなんかボストンが一番合うんじゃないかとか、うん、あとエンゼルスで大谷と一緒にこう、はい戦うんじゃないかとかいろいろ報道されてるよ、まあ、メジャーってそういう記事ものすごく多いですからね。それは、うん、だから皆さんはそれに惑わされないかもしれない。 それが、うん、まあ、今のはどういうことかっていうと、うん、鈴木選手がインスタグラムでそのレッドソックスフォローしたんですよね。おお、そうなんだ。でそしたらおっとこれレッドソックス入るんじゃねえのみたいな報道がされちゃって、はいはいはい、でそれってあの外したんですね。外したの？なんか言われて、はい、外さんでええよ別に。いや全然僕も、いやもう2年前からフォローしてたんですよ。あそれを今更そうなんです。でそのレッドソックス あのボガーツとか、うん、あのいろんな選手が好きだったんで、うん、あのなんだベッツとか、ね、うん、いろいろこうバッティングの映像とかを見てたんですけど、うん、いきなりそれ最近やって突っ込まれたんでそこ気にせんでいいのに、まあ、一応消しとこう。じゃ逆に39段全部フォローしちゃったりですよ、ね、そしたらね多分ね何も言われないかもしれないんですけど、でそれ外しちゃったらその外したことによってあれレッドソックスなくなったんじゃねえのみたいな。あまたそういうのがあったの。何やそれ。いやでもそれぐらいやっぱりそういうことが、うん、本当一挙手一投足が注目されるぐらい、うん、今やっぱみんなが欲しいと思ってるってことですよね上原さん。これはそんなこと俺そんなフォローしたら何もなかったのにな。ちょっと嫉妬しちゃう。また行く前俺そんな結構ちょっとやばい結構いろんなチームやってて。あらららこれ嫉妬の炎を私着火させましたか。何もなかったな。危ない。くそいやいや、ね、だからまあ、そこはでもね、うん、本当にちっちゃいことがニュースなのがアメリカやから、うん、
上原さん、あんま気にせん方がいいよ。今までご自分がニュースにされたことで驚いたことって何でした？いやだからそれこそトレードの時、いろんな球団の名前上がってたけど、いざ俺がトレードってレンジャーズになった時にレンジャーズの名前なかったの、はって感じやんか、だからそういう報道に惑わされない、ちゃんと決まってから本人の口から言うことが 100% やから、そこをねやっぱり分かってほしいですよね、メディアを信じるのか本人を信じるのか、そうですね、うん、でどこでまだ決まってます、はい、まだ決まってません、はい、今のうまかったですね、うん、いやだから決まんのがねいつになるかだよね、うん、そうですね、1月中に決まってくれたら一番楽やろね、はい、だからその契約、まあ、サインしに行ってそのままキャンプ入ればいいし、うんうん、すごいねその計画が立てやすいんやから、ほんと1月中に決まればいいな、うん、ね、2月やったらちょっと遅いかなぐらいの感じになるから、まあ、そうですね、うん、でもね、生活もやっぱりアメリカに行くとなると、うん、ガラッとやっぱり変わるわけじゃないですか、はい、なんかイメージしてることってありますか、まあ、なりきっちゃえばいいかなって、なりきる、うん、というのは外人に、あ、外国人に、あ、そのアメリカに住んでる人になりきる、うん、もうやっぱ環境が変わるんで、はい、それにこう日本はこうだったこうだったと思うと、はい、多分おかしくなるんで、はい、もうあっちに合わせて、そうそうそう、もう自然とそれ、その鈴木選手が思うそのまあなんでまあアメリカなんで、まあ、アメリカ人の方としましょう、うん、はい、どういう生活をイメージしてますか。適当なんじゃないかなっていう、うん、まあ、若干日本よりはきちきちしてないんじゃないかな、ちょっと大雑把な感じというか、そうですね、だから僕たちが、うん、え、これ違うのみたいなのとかも出てくると思うんで、あ、むしろラッキーと思いながら、うん、適当でいいんだみたいな、もともと適当なんで、うん、合うかもね、じゃあね、そう、ちょっとあの早く行ってみたいな、適応能力はかなり高い方ですか、どこでも、まあ、ビジターの時はその、まあ、言った通り、あのそのトレーニング機材とかも、うん、もちろん日本でも少ないんで、うん、本当にあるものを持ってって、うん、そうやったりとかしてたんで、そこら辺の対応はまあ大丈夫だと思うんですけど、まあ、治療とかっていうのはあれだと思うんで、前に上原さん の、 あの、うん、超音波やってるのを YouTube 見て買いました、うん、分かったな俺もあれはずっと持って行ってたからね、遠征先もずっと持ってたから、はい、そう、うん、選手に影響を与えてるんですね、やはりは